二酸化炭素の排出量削減を目指し導入が進んでいる電動車両。今回高松市で新たな街乗りのアイテムとして電動バイクのシェアリングサービスが始まりました。高松市で始まった電動バイクのシェアリングサービス、香川ゴーゴーシェアです。次世代モビリティの販売レンタルを行うレボリフが高松市の金光キャピタルホテルに電動三輪バイク GO!GO! 2台を設置してスタートしました。バイクは前輪が2輪、後輪が1輪です。全長は1メートル30センチと原付バイクほどの大きさですが、道路交通法でミニカーに該当するため普通自動車の免許が必要です。ダウンロードしたアプリでバイクの QR コードを読み取って利用でき、スクーターのように女性がスカート姿で気軽に楽しめます。記者が早速乗ってみました。音が静かで加速もスムーズです。原付バイクとはちょっと違った感じの乗り物です。最高時速は45キロ、1回のフル充電で50キロの走行が可能で、二酸化炭素の排出もゼロです。徒歩や自転車では行きづらいけれども、かといって車を使うほどではないという観光需要を見越してか、東京、愛知、沖縄などでもサービスが始まっています。ちょっとした気軽なシェアリングですから、高松市内でしたらうどん屋さん巡りとかで、観光客の皆様とか住民の皆様に利用していただきたいですね。香川では小豆島でもゴーゴーシェアのサービスが始まっていて、次世代モビリティとして定着していくのか注目されます。